この週末も立憲民主党所属の参議院議員蓮舫さんが選挙活動かなと思われるような活動をしておりましたところがご本人はそうじゃない違う違うそうじゃないということで <laughs> まあこれですね神宮外苑の視察に行った際にやはり記者さんの方から質問を受けたようです神宮外苑の視察らしきものをしたのは6月8日の土曜日その時の様子をよろずさん がまとめておりますその見出しを紹介しておきます、えー、立民連邦氏政治活動の発言連発都知事選事前運動の公職選挙法違反疑惑は否定えということでこれについてはですね産経新聞がより丁寧に記事化していましたので産経新聞の方に移っていこうかなと思いますただここではですね実際この神宮外苑の再開発を見ていって、まあ、大名行列のようにうろちょろしていたんですが これについて選挙活動じゃないと政治活動だとで神宮外苑のところでも蓮舫氏は政治活動の発言ですときっぱり専門家の中でもグレーという発言もありますが白か黒で言ったら白という認識でという問いかけにも政治活動の発言ですと繰り返したここで重要なこと少なくともこのよろずさんの記事によりますと蓮舫さんは ご自身の発言は政治活動であって選挙活動ではないと辞任辞任しているというところ天保さんは政治活動であって選挙活動ではないと辞任しているというところここを踏まえて話を進めていきます6月8日に神宮外苑の視察をしまして翌日曜日6月9日に 韓国ロックの音が聞こえてくるのかなっていうようなロックの日なんですかね。この6月9日に杉並区阿佐ヶ谷駅前にて、蓮舫さんらは街頭演説を行いました。その時の様子をまとめていたのが、えー、産経新聞さんです。蓮舫氏、都知事選は夏の挑戦、支援をは助けてに、事前運動指摘も集客力抜群ということで、また産経新聞の勇者奥原記者、 三景新聞の勇者者奥原記者なぜ勇者というかというと他の新聞テレビマスコミが伝えない蓮舫さんに都合の悪い失礼,失礼まあ,あのそんな感じそんな感じいわゆるまあ安倍川メディアではなくさらにはネット情報も丹念に追いかけまして紹介してくれているいわば旧来のマスコミがやっていなかったことにあえて切り込んでいるという意味での勇者奥原記者。 えー、昨日6月9日に杉並区阿佐ヶ谷駅前で行われた演説を取材しまして多くのお客様を集めたということになっておりますただこの時に奥原記者も、えー、書いていますように都知事選への挑戦を夏の挑戦と表現をぼかすなど軌道修正が図られた形となった、えー、これが何かと言いますとこの1週間前の6月9日の1週間前の6月2日 JR 有楽町駅前での演説でそれは事前運動でしょうと投票を呼びかけてよると都知事選に挑戦しますとご支援お願いしますという呼びかけを蓮舫さんご自身がやりましてさらにはその前に応援弁士として立ちました枝野幸男さん立憲民主党の前代表の枝野幸男さんもやはり勝たせてあげてくださいとこう最初はグーとじゃんけんではないですよね。 やっぱり都知事選挙に勝たせてあげてくださいというようにしか受け取れないような演説をしたさらにはこれをテレビ朝日がテロップ付きで報じたこのことを、えー、現在無所属の浜田聡参議院議員が国会で総務省に対して答弁を求めた総務省としては明確な、まあ、個別事案については答えられないという。 いわばお役所答弁をしたんですがその中で公職選挙法129条だったかなを持ち出していわば投票の呼びかけというものはだめですよと告示という選挙ここから始まりますそして投開票の前日までこの間しか選挙をやっちゃいけないですよと投票を呼びかけちゃいけないですよと応援をお願いしちゃいけないですよということになっているこれに照らしてということを持ち出したのでその可能性はなきにしもあらずという状態になっています。 そこから1週間経ちましての阿佐ヶ谷駅前演説ではニュアンスをぼやかした。前日の6月8日の神宮外苑では政治活動であって選挙活動ではないと明言していたんですが翌6月9日の街頭演説ではこちらの見出しにありますように都知事選は夏の挑戦に言い換えまして支援をは助けてに事前運動指摘。 えに対して言葉を変えたということなんであれじゃあ6月2日の有楽町演説というのは選挙運動だったとご自覚があったんでしょうかご自覚があったんでしょうかこれですね私なりの受け止めですそれが生ぬるいと言われたらその通りですその通りなんですけどいきなり訴えかけたことによって一発でアウトというよりは たとえこの6月2日の有楽町演説が問題があったっていうことをお気づきになっていたんであれば、蓮舫さん、まずごめんなさいでしょう。枝野幸男さん、ごめんなさいでしょう。テレビ朝日、低波でしょう。あそこ低波でいいです。もう何回もやってますんで <laughs>。それをせずに選挙運動を ではなく政治運動だと言っておきながら抜け抜けと言葉を差し替えてるわけですこんな人間がトップに立った時に自分たちがやらかしておいてそれ批判をされて指摘された時にえそんなこと言ってないですやってないです私はそうは思ってない私はそうは思っていないそんなものがまかり取っちゃうってことになっちゃうんですそして何かと蓮舫さんと言いますとネットスラング的にパクパク食いつく噛みつきガメなんて呼ばれておりますけれど批判ばっかりしている ということを批判ばっかりしていると言われているけれどと蓮舫さん繰り返しております。さらには蓮舫応援団の皆様も蓮舫さん批判じゃなくて事実を指摘しているだけだって言うんですけれど。事実を含まない批判らしきものがあるんであれば、それは誹謗中傷罵詈雑言です。ちゃんとした論拠を持っての批判だったら批判なんです。しかし批判ばっかりしているということ、をこれまた蓮舫さんご自身がツイートしておりました。 演説の後 NHK からの質問が今日の批判についての聴衆の反応はでした。えっと、私の演説聞いていましたということで、その元のツイートがえ多くの方々にお集まりいただきました。蓮舫は批判ばかりと言われますが、私の予算委員会の質疑を全て見てほしいなと思います。平たく言うと全部見ろ。私の演説全部見ろ。やだわ。政治リーダーというものは。 わかるように噛み砕いて伝えるそういうことも求められてると私なんか考えてしまいます全部見ろそれが蓮舫さんそしてその演説を聞いていた皆様の NHK が蓮舫さんに話を聞いた時にえっと今日の批判について聴衆の反応はと聞いているわけですからこれ NHK の記者さんからするとああ今日も愛も変わらず批判ですかあはいはいはい批判批判 あまたね。あ、一応事実指摘してるんですか誹謗中傷ではないという設定で。あ、まあ、選挙演説に、まあ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 。で、えー、聞いたところ、批判批判とはなんだこの野郎。あ、この野郎というかね。まあそんな感じ。結局、ご自身がやってることが、まさに息を吐くように嘘をつく。あ、間違えた。息を吐くように批判をしているので、自分がやっていることが批判なのか、 うざがらみなのか噛みつき画面なのかあるいは誹謗中傷バリ増言なのか何だか区別がつかないよくわからないだって私は批判じゃないと言っているんだから私の辞任私の辞任は批判じゃない私の辞任は批判じゃないえということを蓮舫さんはこのように表現をしているということです私の中では批判じゃないああ,あ,あそうですかまあそうですねでも NHK は NHK ですよ。皆様の NHK は、批判だと思って、その質問をしたわけです。と、一方で、公職選挙法違反ではないかという指摘に対して、これは選挙活動でしたということを、蓮舫さんは辞任しているということをお話しされていました。ただですね、続々と公職選挙法違反の疑惑が浮上し続けてきているんです。例えば、こちらですね。なんかかっこいい。もうすぐ、阿佐ヶ谷に。 来る。蓮舫さん、来る。はい、蓮舫さん指導。あなたと新しい東京へ。新しい東京へ。6月20日制作発表。えー、ということで。産経新聞の方では、都知事選は夏の支援、ね、夏の挑戦、支援は助けてだったんですが、えー、あなたと新しい東京へ、東京へ、<laughs> あら <laughs>、有田義夫さん、お仲間ですよね。 何もしなくてもとの楽観論はないと思いますが、えー、小池都知事に勝つには蓮舫さんの決断を支える相当の取り組みが必要ですまずは政策の提示ですそこでいかに対抗軸を示すことができるのか阿佐ヶ谷の熱気は実感しましたでも勝利のためにはまだまだ限定的だとあえて書いておきますえつまりお仲間の有田芳生さんは小池都知事に勝つためのそのための阿佐ヶ谷の熱気を実感したということなんですよえこのように 有田芳生さんの辞任有田芳生さんの辞任では小池都知事に勝つすなわち東京都知事選挙のための阿佐ヶ谷演説だったということになるんですそしてこちらが極めつけジャーナリストの田中龍作さんのツイートです模倣犯現る今日午後 JR 阿佐ヶ谷駅南口で東京都知事選挙への出馬を表明している 候補予定者が街頭演説をしようとしたところ近くにいた男40代ぐらいが拡声器で一瞬ど鳴り声を上げた男は助けかがけだった無所属○○○と書いている翼3党ではないで立憲民主党のスタッフがすぐに男を制した連絡を受けた駅前の交番から政府警官が駆けつけたため選挙妨害は未遂に終わったあれえっと大切なところはですね 東京都知事選への出馬を表明している。まあ明確にこの選挙だということを書いております。そしてですね、模倣犯現る。まあこれも押さえておきましょう。最後です。選挙妨害は未遂に終わった。選挙妨害は未遂に終わった。あ、よかった。よかった。じゃあねえだろ。じゃあねえだろ。 選挙妨害選,選挙活動をやってたと田中隆作さんはおっっしゃってるわけですよこれについては私懸念を表明しておりますというのは蓮舫さんがそして枝野幸男立憲民主党前代表がさらにはテレビ朝日がやっていた選挙活動とおぼしき公職選挙法における事前活動をというものを垂れ流してそのまま放置するということは。 第二の翼の塔が生ままれるとということ私懸念しております翼の塔そのまんまじゃないですよあくまで比喩表現です要は選挙妨害ということを、まあ、今の段階では逮捕されているだけですけれど、まあ、外形的に見ると選挙妨害としか思えないようなことさらには社会に迷惑をかけるようなこと民主主義を破壊しかねないことこれが選挙活動だということならば見逃されるさらには安倍元総理への 演説に対するやじしかもこれが発言している内容に対して消費税税税下下げげろろ増税するな税金下げろよく言ったではなくアアアアペペンンメメロアペアメロそれはやじじゃなくて妨害でしょといういわゆる札幌のやじっぽい裁判なんかがありまして今日本の選挙制度が民主主義が破壊の危機崩壊の危機に来ているんです。 その極めつけがつばさん等の事件で、これはさすがに警視庁の方も動いて、今警視庁捜査二課の方が動いております。しかし、蓮舫さんがやっていること、枝野幸男さんがやったこと、テレビ朝日がやらかしたこと、これら全て見逃されるんだったら、選挙期間、告示期間、公示期間って何ですか好き勝手に破っていいのか、破っていいんですね、という結果が出ちゃう。前科、前例ができちゃう。前例が。 これらはもう我々は踏まえているわけです。なので、ジャーナリストの田中隆作さんは、模倣犯現る。つまり、つばさん等は選挙期間中に迷惑行為をした。その模倣犯現る。そして、選挙妨害は未遂に終わった。池井戸万作さんが選挙妨害と言ってはダメですよ。今は。 政治活動妨害と言わないと、あくまで連邦参議院議員の政治活動の一環ですと、えっと、設定、設定崩壊を防ごうとしているんですが、つまり、これは間接的にですけれど、池井戸万さん、池戸万作さん、池戸万作さんの方も、やっぱり選挙妨害って言っちゃダメししバレちゃうバレちゃうということでしょ。うよろずーさんの記事に戻りますと、 立民連邦氏、政治活動の発言、の連発。都知事選、事前運動の公職選挙法違反疑惑は否定。ということで、有楽町演説というものは、私に勝たせてくださいとか言ってたものは、あれは選挙活動ではなく政治活動。政治家としての活動だから、選挙ではないと。しかし、有田義夫さん、田中隆作さんなどなどえ、そしてチラシを持っていた方、私もですね、 チラシ持っております新しい政治、東京から変える蓮舫議員、都政に挑戦。ということで、これはまあ、日本共産党が日本共産党が出していることでして、こちらを、こちら蓮舫さんを都政へ押し上げということで、政策集まで出ております。政策集まで、はい これは選挙活動じゃないんでしょうか日本共産党による蓮舫さん応援の選挙活動じゃないんでしょうか私の目にはそのように映ります。蓮舫さんは政治活動であって選挙活動ではないという辞任そのように思っている。しかし周りが「あれそれ選挙活動だよね?」と私のような。 ああるる意味蓮舫さんと距離がある人間ででも思うわけです客観的に見た時にあれこれ政治活動だよね、まあ、でも共産党でもでも共産党も応援しますということで、まあ、この候補者委員会なるものが事実上日本共産党の息のかかったところから選ばれてるんですからこれ選挙活動さらにお身内お仲間であります有田芳生さんにしてもそして何よりジャーナリストの田中隆作さんが 選挙妨害は未遂に終わった。選挙妨害だと認めているわけなんです。ご自身は選挙違反をしていない。しかし周りは、あれ選挙違反だよね。公職選挙法違反だよねって。例えるならば、いやいや、スピード出してない全然出してないいや、出てないっていやいや、えスピード出てたいやいやいや、出てない出てないスピード違反なんかで、オービスだとか、 白バイだとかに捕まった時にいやスピード出てないいや私の中では出てない通用するでしょうか蓮舫さんにそもそも政治家でいる資格があるのか私はそう政治家でい続ける資格があるのか疑っています蓮舫さんの政治的な資質というものを疑っているのは自分はこう言ったそれを相手も認めろということでしかも公職選挙法違反という法律を疑う 法律を破破っっててていいいいいるる疑が出にもかかわらず破っていない私は破っていないつまり三権分立における行政のトップ、まあ、東京都のという都知事になろうという人間が法律違反をしていることの指摘があってもいや私はしていないということになりますのでこれ彼女が仮にまかり間違って何かの手違いで都知事になったら。 東京都政は独裁体制になりますだって私が思っていなかったらどんな法律違反もそうじゃなないってなるわけですこうしたことを踏まえていった時にやはり蓮舫さんに対してですねもう翼の党という前例があるわけです選挙が終わる前にというか選挙が終わるまで手を出せないんではなく選挙を始めさせない蓮舫さんに出馬しないさせない許さないための動きが。 6月20日の工事日までに我々の方で盛り上げていかなければいけないんではないかな。強くそう思います。今日この頃で